はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、建物賃貸借の対抗力について解説いたします。これはもう具体例使いながら、解説していった方が分かりやすいので、具体例を使いながら解説いたします。で、まず、民法の賃貸借では、借り主が対抗力を持つためには何が必要なのか。これは、賃借権の登記が必要となっているんですね。まあ、不動産の賃貸借の話です。不動産を借りて、この不動産、私が使うことができますよ。他の人が明け渡し請求してきたとしても、いやいや、私が対抗力持ってるんだから、この不動産は明け渡しませんよ。私が使うことができるんですから。というふうに主張することができる。これが対抗力なんですね。で、民法では、賃借権を登記することによって、第三者に対抗することができるってなってるんですよ。で、ちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、A さんが建物を所有していました。で、これを B さんに貸しました。で、その後、A さんがこの建物を C さんに売却しました。つまり C さんが B さんが借りている建物の新しい所有者になるんですね。で、この所有者が B さんに対して明け渡し請求をしてきました。この場合 B さんは私は A さんから借りていたから引き続き使うことができるんで建物明け渡しませんって主張することができるかっていう話なんですよ。で、賃借権の登記をしていたらもちろん B さんは明け渡し請求を拒むことができます。対抗することができるということなんですね。ただし B さんっていうのはそもそもこの賃借権の登記していない場合が多いんですね。通常アパートを借りた人が賃借権の登記を受けているかって言ったら、まあ、ほぼほぼ受けていないです。おそらく 99% 受けてないんですよ。この賃借権の登記してないんですね。で、これなぜかというと A さんはこの賃借権の登記の義務ってないんですね。だから B さんが A さんに対して賃借権登記してくださいよって言ったとしても A さんはこの賃借権の登記しないんですよ。めんどくさいですし、となってくると B さん保護されないじゃないですか。もしこんな事例があった時、新しい所有者 C さんから明け渡し請求されて出ていかないといけないってなってくると B さんかわいそうですよね。なので借地借家法では別の対抗力を備える手段を与えてるんですね。それが引き渡しです。つまり A さんがこの建物アパートを B さんに引き渡した、で、B さんが実際にもう使っているというのであれば、この賃借権の登記がなかったとしても、B さんはもう対抗力を備えるっていうことにしているんですね。通常、アパートを借りたら、このアパートを使いますよね。なんで、もう使うことによって、引き渡しを受けることによって、もう対抗力は備えるわけだから、この賃借権の登記がなかったとしても、B さんは C さんに対抗することができるんだよ。つまり、明け渡し請求があったとしても、明け渡しません、引き続き使わせてもらいますというふうに主張することができるということになります。ちなみにこの事例で言うと C さんがもう新しい賃貸人、貸主になるんですね。なので AB 間の賃貸借契約、建物賃貸借契約が CB 間の建物賃貸借契約に引き継ぐと、まあ、いった感じです。まあ、オーナーが変わる、貸主が変わる、賃貸人が変わるといったイメージで大丈夫です。まあ、今回はそれほど難しい内容ではありませんので、まあ、対抗力がどういった意味なのか、今お話ししたように借り主 B さんは引き続き使わせてもらいますよ、だから明け渡ししませんよって拒むことができる権利ということですね。対抗力、また建物の賃借人は賃借権の登記を受けて対抗力を備えるという方法もあるんですけども、これがなかったとしても引き渡しを受ければ対抗力を備える、対抗力を持つということです。まあ、これがポイントですね。まあ、この点はもう基本的な部分なんでしっかり頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。